アルベルト・ファクンド・ティノ・コスタは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身の、同国代表サッカー選手。UD ・アルメニア所属。ポジションはミッドフィールダー。左足から放たれる、正確なキックが、持ち味の攻撃的 MF。フランス国籍も保有している。1996年に、故郷アルゼンチンの地元のクラブであるラテッランサ、FC のユースチームに入団し、キャリアをスタート。 2002年に17歳でクアドループに渡り AS 区バステールに入団。2003年にはトップチームデビューを果たした。ここでリーグ及びカップの2冠獲得に貢献。フランス3部のラシンクラブドフランスのトライアルを受け合格し移籍した。同クラブでは1シーズンの在籍で28試合に出場し3得点を記録。翌シーズンからは 同じフランス3部のポ某 f c へ移籍、2シーズンで39試合に出場し4得点を記録し、クラブの3部残留に貢献した。2007から08シーズンはやはり同じ3部の FC、セット3 4に移籍、29試合に出場し3得点7アシストと活躍した。3部での4シーズンにわたる活躍により、2008から09シーズンからは、 リーグドゥのモンペレ HSC に3年契約で移籍。RC ストラスブールとの開幕戦にフル出場し、同リーグデビューを飾ると、移籍初年度から35試合に出場し8得点11、アシストを挙げ、クラブのリーグン昇格に貢献。リーグドゥ年間最優秀選手にノミネートされた。シーズンオフには、リーグンの RC、ランスや、 トゥールーズ FC から獲得のオファーを受けるが拒否し、2009年7月1日に、モンペリエとの契約を2013年まで延長した。2009から10シーズンは、開幕2戦目の FC ロリアン戦で、リーグデビューを果たすと、トップリーグにおける自信初得点も記録。結局31試合に出場しの7得点6、アシストを記録し、クラブの UEFA、 ヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献した。2010年7月、移籍金650万ユーロの4年契約で、リーガエスパニョーラのバレンシア CFA 移籍。9月11日のラシン・サンタンデール戦で途中出場し、リーガデビューを飾ると、続く9月14日のブルサスポル戦に先発出場し、UEFA チャンピオンズリーグデビューを果たした。この試合で、 ミドルシュートから移籍後初ゴールとなる先制点を挙げると2点目のアリツ・アドリスの得点につながるポスト直撃の直接フリーキックを放つなど活躍大会選定のマンオブ・ザ・マッチに選出された2016年7月21日ロシアプレミアリーグの FC スパルタク・モスクワからプリメーラー・ディビシオンの c a ん、ロレンソ・デ・アルマグロと3年契約を結び ユース時代以来の母国でのプレーとなる。2017年8月1日、セグンダ・リビシオンの UD アルメリアと1年契約を締結、スペインに復帰した。2018年7月4日、CA サンマルティン特ンへ加入し1年で母国へ戻った。ありがとうございます。